すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 全機無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター6-0、全機反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H ロスト、全機マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11B ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブンヒロスト、ワンディロソ、規定により当機 2B が隊長任務を継承。周囲に敵機多数確認。起動形態への許可を申請。起動形態への移行を許可します。オペレーター6-0、当機以外の機体は全てロストした。作戦の遂行に支障が予想される。指示を行う。オペレーターより 2B、 現地担当のナイエスと合流し、地形情報を入手してください。了解。
通常通信システムは通信システムは通信システムは空母距離で前で開拓し、近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見れば分かるよ。敵の破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。否定。当該敵は目標ではない。速やかな排除をすべし。簡単に言う。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。
ビーさん。何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。スキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。トゥービー。
解析。このエレベーターはプロテクトされているため使用不可能。広いな、この廃墟。ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。Yeah.
通り工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。超大型兵器発見。
状況は？これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。9S のブラックボックス反応検知。通信応答なし。救助する。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。
今から修復する。ボット、止血ジェルとロンリーウイルスワクチン、それと必須衣装。当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置。うるさい、いいから出して。トゥービー言って、黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。すごく強引な戦い方ですね。トゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくは。
いかないみたいです。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。